28日に乃木坂46を卒業する2期生の鈴木綾、24が10日、都内で著書、言葉の海をさまよう、幻冬舎の刊行記念取材会を行った。取材では、開催中のワールドベースボールクラシック WBC で優勝を狙う侍ジャパンへエールを送る場面もあった。乃木坂46では宮城県出身の3期生、久保史緒里、21が4日の WBC 壮行試合で始球式を務めた。鈴木はニュースでノーバンで投球したのを拝見しました。野球好きなのは知っていましたけど、プレイヤーとしての史緒里ちゃんを見たことがなかった。すごいなって、感動して嬉しくなりましたと笑顔を見せた。鈴木は秋田県出身で、旧子と同じ東北出身。大谷翔平投手をはじめ、ダルビッシュ有投手、佐々木朗希投げ、寺東北にゆかりのある選手の活躍が期待されている。9日に行われた侍ジャパン初戦の中国戦は見ていなかったというが、鈴木は今日の夜は勇姿を見届けますと約束。東北を盛り上げてくださってありがとうございますという気持ち。一緒に盛り上げていきたいですとエールを送った。著書、言葉の海をさまようは、辞書好きの鈴木が辞書を作る人々との対談集で小説幻冬の連載企画をまとめたもの。また文学少女の休日をテーマにした取り下ろし対談を通じて改めて感じた辞書への愛を語るエッセイも収録している。